皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。岩スペシャルの時間がやってまいりました。MC を務めます宮地ひかるです。よろしくお願いします。はい、事故りまくってます、ごめんなさい。さっきからちょっとですね、今日、ゲストお迎えしております、アガリエ高弘さんです。よろしくお願いします。おはようございます。まあゲストっていうかね、もうよく知ってますから。そうですね、はい、はい。ターカと呼んでますが、はい、赤ひれさん、はい、今西原ベタニアチャーチ所属。はい、そうです、西原ベタニアチャーチ、ね、会にまあ、あの我が沖縄ベタニアチャーチの、まあ、なんですかね、何個か教会がありますので、はい、その一緒に、やって、活動しておりますけれども、はい、まあ、教会の活動とね、あと NPO、プロミスキーパーズの活動と、ね、今両方ですね、そうですね、やってますので、はい、はい、今日は、ね、今アガリエさんは、あのターカはあれですね、あの湯河府食堂、湯河府食堂じゃない、湯河府協会の子ども食堂、そうですね、の、奉仕、あの奉仕というか仕事を今やってる。はい、この子ども食堂の、配食活動に今参加させていただいております。うん、小座、沖縄市の小座にですね、住吉ですね、はい、元住吉会館ですね、会館、はい、あ、これを改装して湯河府協会って今度できるんですけれども、はい、オープンするんですけど、はい、同時に、子どもたちに、食事を、夕方？基本的に夜ですね。はい、夜ですね。夜の18時から、うん、毎日一食、うん、子どもたちにお食事を提供しておりますね。無料。はい、そうです。そうなんですよ。だからそういうなんかこういう試み今全国に広がってるみたいですけど、あの毎日配食、無料で食事を配食するっていうのは、ここだけですか？だと思いますけど、あれですね、なんか今ニュースになってますよね、いっぱいね、はい、うん、あのラジオでもあのこの番組以外で、その辺の話、山内牧師とか、いろいろしてると思いますけれども、今日はその辺の話を、子ども食堂の話を中心に、お送りしたいと思います。はい、はい、Your Special は聖書の中から取った言葉です。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛しているという言葉が聖書の中にありますけれども、神様の中から見たら私たちは本当に宝石のように大切だということ の神様からの宣言ですね。私たちがどのような生活をしていようと、なんかちゃんと神様に従ってるかからとかですね、あの立派な生き方してるから神様愛してるとかっていうことじゃなくて、本当にありのままの私たちを愛してくださって、そして、神様の方を向いてほしいと、神様の、考えを聞いてほしいって神様招いていらっしゃいますね。神様は私たちを幸せにしたいっていう、そういう願いを持っていらっしゃいますので、ぜひですね、本当に神様の方を向いて、生きたらどうかなって、でその、愛してるって宣言の証拠として、イエス・キリストを地上に送って十字架につけました。ここに神様の愛があります。私たちは、その神様の愛、イエス・キリストのことを、これから話す、福音放送ですね、はい、お送りしたいと思います。はい、FM 宜野湾、79.7MHz、 そして FM 小座も結んでますね。 FM 小座は 76.1MHz でお送りしております。今日はツイキャスいじってくれてんの？はい。あ、ありがとうございます。はい、ちゃんと今まで人手がなくてっていうか、僕があのツイキャスあのいじれてませんでしたので、今日はただこれ遅れてるんですかね？送信するでずっと止まってるんですけど。本当、はい、じゃあ後でちょっと確認して、はい、あのお送りしたいと思います。はい。はい、それでは今日、1時間弱ですが、アガリエさん、タカ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、それではまず1曲聴いていただきましょうね。今日はですね、具志堅ファミリーで「みんなありがとう」。
これマイク音入ってるんですか。はい、ユアスペシャルをお送りしておりますが、ちょっとごちゃごちゃしててごめんなさい。なんか操作、いつも人が来ると人のせいにしてるミスっちゃうんですよ。焦り症なの焦ってないふりしてるけどごめん、落ち着いて、神様落ち着かせてください。本当に、はい、今日はアガリエさん、タカ、はい、ゲストに、お迎えしておりますが、はい、さあちょっとね、確認なんですけど、子ども食堂って、はい、なんで始めたんですかこれ理由ですよ。理由ですか、うん、理由は、そうですね、まあ、簡単に説明すれば、うん、まあ、私たちのこのまあNPO 法人、まあ、プロミスキーパーズの働きは、うん、まあ、昔からまあ弱者に対しての支援がメインだったので、そうですね、もともとホームレス支援、そうですね、今までホームレス支援を、うん、僕もホームレスに、はい、なりかけて、
言えなくなっちゃって助けてもらいました。そうですね、うん、はい、弱者に対しての支援がメインだったんで、うんうん、なんで弱者に対して支援するか、それは、まあ、私たちクリスチャンだし、まあ、先ほど宮地さんがおっしゃったように私たちの、この聖書、神様の聖書の御言葉を通して神様の愛を伝えるということで、うん、まあ、この弱者の方々に支援しているっていうのが今の状況でありまして、困ってる人、そうですね、弱い人を助けなさい、はい、うん、虐げられた人を助けなさいって聖書にね、もう繰り返し繰り返しね、そうですね、もう神様のもうこの世における一番の教えですね、はい、はいはい、それを実践するっていうことで、そう、それで、まあ、はい、まあ先週ぐらいかな、まあ、沖縄県の新聞でもこの子どもの、まあ、貧困率とか、なんか今すごいあれだよね、特集組んでるみたいな感じ で、ね、出てますね、はい、貧困率って今まで僕聞いたことなかったけど、はい、最近なんかね出てますね。そうですね、結構、まあ、今年に入ってではないかなと思うんですけど、うんうん、まあ、ちょくちょく、まあ、今年はよく聞きますけれども、うん、なんか新書で下野新聞って関東の新聞社が貧困のなんか特集をですね、はい、やってて、それを新書の本にしてるのを、読みましたよ最近。あ、そうなんですか、うん、それが2011年か12年ぐらいに連載してたやつを本にしてるのを見て、それぐらい 先駆けじゃないですか、新聞とかでね。なるほど。だからなんか貧困なんてさ、貧困率なんて高いんだよね。そうですね、だからこの日本で今要は貧しい、ちょっと本当にちゃんと食べられないっていうような人が増えてきてる、うん、っていうことですよね。そうですよね、うん、で子供が特にそうで、一応データなんですけど、はい、ちょっとなんかね、その貧困率っていうのの出し方が、まあ、ちょっと、まあ、難しいんでうまく説明できないんですが、とにかく一般的な所得、まあ、平均所得じゃないんだけど、例えば日本全国の、一般の一人の人が働いた時に儲ける、1年間のお金が例えば、350万とかってしたら、はい、それの半分に満たない人が要するに貧困のラインになっちゃうってことですね。そこから下が貧困になっちゃうんですね、まあ、全国のその所得のだいたい真ん中辺ってのはどれぐらいかまあ分かりませんが、内地だったら多分300万から400万の間だと思いますけどね。そうですね、うん、その貧困率ってそれの半分以下の所得の人が全国平均が 18.3%、はあ、これが最近、3、4年前ですね。で 18.3% って何、これ6人に1人とかってことだよね。そうですね、なんか多い感じがする。僕なんか今50ちょいだけど、ずっとね高度成長とかさ、うん、あとはバブル経済とかさ、イケイケのどん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 なんか働けば働くほど給料が上がっていくっていう時代を若い時に経験してるので、はいはいはい、なんか今みたいなのなんか違和感あるんだよね。なんかずっと景気悪いでしょ。あ、今の時代がですか。もう、ね、20年ぐらい景気悪いのに、はいはいはい、なんかちょっと違和感があるんだよね。なるほど。いつになったら昔のそうそうそう、なんかこれだけどすごいよね、 18.3% って。日本ってだって経済大国でしょ。そうですね、はい、なんかすごいね。で、沖縄がだからその半分以下のが 34.8% ってば、 34.8% って3人に1人が貧困ですよ。そうですね、平均日本の平均所得の半分に満たない人が3人に1人ですよ。まあ沖縄は所得低いっていうかね、まあそれは昔から言われてますからね。まあある程度はこう生活が内地みたいなじゃないっていうのはあるかもしれないが、それでも 34.8% 3人に1人以上多いよね。そうですよね、ね、びっくりですよね。ね、そう、それで子供が、
全国平均子どもの貧困率っていうのがあるそうですよ。その要するに子どものいる世帯で、子どもがまたその、その平均よりまた半分以下っていう、まあこれ算出したらあるんだけど、これが全国平均が 13.8%、はい、13.8%、うん、13.8%、 これ、うん、6人に1人以上かが貧困、子どもの貧困、うん、が率が 13.8%。 そしてなんと沖縄のこれ2012年の子ども貧困率 37.5%。 そうですね、とても高いですね。ねえ、もうこれ何、3人に1人以上でしょ。そうですよね、2人に1人まではいかないけど、もうだからそれで、そう、それがすごい多いっていうのがあって、これ沖縄全体ですからね。でその中でもどうも中部、うん、そうですね、沖縄市とか貧困率が高い。まあそれはちょっと詳しいとことは、うん、ちょっと私も分かりませんけれども、うんうん、まあ、実際この数字が出た以上、うん、まあ、沖縄県のまあ貧困率、また子どもの貧困率っていうのが、うん、まあ、結構高いんだなっていうふうに、うん、まあ、思い知らされたし、うん、まあ、実際今この目で見えてる数字なだけであって、うん、実際まあ水面下ではもっと人が多いかもしれないし、ああそっか、うん、実際今の現状況としてはまあ何とも言えない、うん、けれども、まあ私たちの働きは、うん、まあ、そういう子どもたちに関して、うん、また、貧困のまあ世帯ですね、うん、に対してまあ食事を提供するっていうのを、うん、まあ、重きにおいて今、うん、続けている次第ですね、うん、まあ、先月の4日からだったかな、うん、スタートしたんですけれども、うん、はい、あれですよね、実際になんか給食が本当にメインの食事になってる人とか、そうですよね、いるっていう、そういう話ちらほら聞きますね、本当にね、はい、うん、だから要するに食事ができないんだってば、お家でね。そうですね、ね、それ本当にびっくりしますよ ね、はい、で給食でお腹いっぱいにさして、はい、携帯になってるよ、はい、すいません食事をうちで食べられないので、はい、お腹いっぱいできないから、給食でお腹いっぱいして、お家に帰る、お家に帰ってるとか、それはちょっとかわいそうですよね。かわいそうだよね、はい、そんなの、うん、なんかそういう人が今うちが増えてるっていうことで、うん、でも教会オープンはちょっと、うん、それでユガフ教会っていうのを建てることにして、でその中に働きの中で無料の子ども食堂、はい、うん、そうですね、小学生を中心に、いやもう本当に、うん、もうお腹の空かせた方々もぜひ誰でも、まあ、来てください。そうですね、ほぼ、まあ、子どもがメインなんですけれども、うん、はい、本当にお腹を空かせてる、困っているなんだろうな、まあまあね、そうですね、うまくな子たちがまた多い僕も手伝いに行ったり、はい、時々してるんですが、はい、その食事を作って子どもたちに、そうですね、また、まあ、提供する、うん、遊びに来ても全然構いませんので、それを今、うん、リーダーやってるんね、タカがね、食事作って、まあ、責任者的にやってる感じかな。何人ぐらい来るんですか、毎日。まあ、平均したら 10前後ですかね、10人前後です、はい、もうなんか早いうちからあれだよね、なんか小学校の低学年になるのかな、1年生2年生3年生ぐらい必ず来てる子がいるよね。そうですね、ね、はい、もう結構もう常連さんが、はい、常連さん、はい、すごい、ね、いやもうなんかね元気だわけよ。そうですね、子供たちすごい元気そうって本当にもう一緒に遊んでるとうわーってなるんだけど、途中で電池が切れそうすごい元気だよね。そうです、もう本当に体力、うんうん、なんでこんなになるんだろうちょっと待ってみたいなちょっと一回休んでからみたいな休ませないんですよ、ノンストップなんですよ、ね、ノンストップだよね、うん、おーすっごい
面白いな。でも、うん、それでそういう子たちが来て、はい、でちょっと、高学年の子とかも来て、はいはい、高学年の子たちはなんかちょっとやっぱりまた遊び方が少し大人っぽいね。そうですよね。卓球したり、まあ可愛らしいですね、今時のまあ小学生っていうか。何そういう子が、ちっちゃい子、うん、悪ガキ。まあまあまあ、でも子供の頃はみんなそういうやんちゃな子供が、やんちゃだよね、うん、はい、うん、そうですね、うんうんうん、そうなんですよ。だからそういう活動を今始めて、食堂は教会オープン前にもう始めてますが、どれぐらい1ヶ月、そうですね、先月の4日に、うん、オープンしましたね。あ、先月の4日だったらもう1ヶ月半だね、うん、あ、そうですか。あ、そうですね、もう1ヶ月経つか、うん、うん、そうなんだ、へえ、そうでか、ねえ、頑張ってるよね。だいたい昼ぐらいに行って、そうですね、うん、はい、料理、そうなんですよね、準備してだんだん作って、はいはいはい、そうです、うん、え、終わり何時頃？9時10時ぐらいかな、まあ、後片付けがまあ早かったらまあ9時過ぎぐらい、大変忙しいっていうかね、毎日だからね、うん、そうですね。あ、子供たちがじゃあ、平日だったら2時ぐらいには来るの？あ、子供たちは来る時間ですか、うん、まあ、学校が終わってからですから、まあ、4時5時ぐらいですかね。あ、はい、で食事の提供が6時ぐらい、そうです、うん、で8時ぐらいまで、まあ空いてますね、うんうんうん、はい、それから片付けということで、そうですね、うん、はい、だけど土曜とか早くない？土曜とか昼に来てるよね。土曜日は学校がお休みだからですね。ああ、はい、そうなんだよ。だから祝祭は本当に来るのが早いです、子供たち。ねえ、はい、もう来るなって言えないからね。そうですね、来たらもうね、もう駆けずり回ってますよ。そうですね、本当に今元気です。本当に教会の中今ね、改装してますけど、もうすごいうまくそうですよね。ねえ、ですね、あ、そうですか。まあそういうね、本当に貧困っていう、まあ、こんな言葉ねあんまり使わなかったよね、昔ね。あ、そうなんですか。いや、貧困なんて言葉は我が国ですよ、はい、僕のイメージだったらあれですよ、戦中戦後、要するに戦争もうね、戦争ありましたよね、太平洋戦争って、はい、あれの前後の話、自分の親がそういう世代だから、うん、戦争中はとか戦後食べ物なくてとかって、そんな話あるけど、僕はもう良くなり始めた頃ですからね。あ、そうなんですか、うんうんうん、覚えてるけどね、5つ6つぐらいまでは結構食事が貧しかったわけですよ、はい、おかずとかが。そしたらね、その小学校上がったぐらいから急激になんかこう食事のバリエーションがバーッとこう広がっていったっていう記憶がありますよ。あ、そうなんですか、うん、日本がもうこうガーッと豊かになっていくっていう感じ。もうでも僕の世代はそんな貧乏ではないですよ、うん、僕よりね上の世代、今60歳ぐらいの人はいや子供の時貧乏だったよって言うんじゃない、うん、沖縄は特にまたなんかそういう話を聞きますよね、戦争のあと大変だったから。そうですよね、うんうんうん、だから貧困なんてその上の世代の話か海外の話ですよ。あ、うん、はい、ね、アフリカの飢餓がとかね、うんうん、貧しい国がとかっていうのは聞くし、まあ、旅行行ってなんかねインドとか行ったらすごい本当に貧しい人とかいますからね。そうですよね、インド好きだったので 見ましたけど、自分の国で貧困なんてそんなのさ聞かないよ。そうですよね、うん、だからそれが今、うん、まあもうここまで新聞とかに出るようになったらみんな知ってきてるとは思うけど、はい、なんか繁栄の陰でそういうのが広がってるってことでしょ、うん、そうですね、一方でなんか景気良くなってる良くなってるなんて言ってるけどさ、だって経済大国第3位でしょ、アメリカ中国日本ですよ。そうですよね、経済のなんての、うん、キャパが、はいはいはい、経済活動のお金の儲けてるところが、なんか不思議ですよね、うんうん、蓋を開けてみるとなんかね、そういう
人たちがいるっていうのは、うんうん、なんか二重になってるってことですか。お金持ちはお金持ちなんだけど貧しい人は貧しい人みたいなのが分かれてきちゃってるってことですか。まあ、格差が、ね、格差が広がってるってことですね。そうですよね。これってアメリカとかは昔からそういう社会だって言われますけど、日本は割にそういうのを作らない、平等にみんな横並び横並びっていうのがちょっと崩れてきて、うん、まあそうですね、うん、まあ民主主義民主主義って言いますけどね、うん、実際どうなんですかね。なんかちょっと過酷な社会になっていや、まあ、まあそれでみんなあのなんていうの、どっちかというと豊かになっていく、上が伸びていけばいいんだけど下が伸びてるってことですよね、うん、なんかこうそうですね、うん、もう平均の半分いかない人がどん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 増えてきてるっていうことね。そうですね、これ大変だよね。だって子供とかお腹すかすからね。そうですよね、うん、だからこういうのを、うん、まあ国の問題とかもあるんでしょうけども、教会としてはそういうことはとにかくお腹空いてるから食べてくださいっていう感じ。はい、うん、ね、分かりやすいね、分かりやすい、でも面白いね。でもいろいろ準備大変と思いますけど、はい、またちょっとその辺の話を 聞きたいと思いますが、もう一曲聞いてください。これはニューズボーイズ、ザ・キング・イズ・カミング。
はい、岩スペシャルお送りしております、はい、さあ今日は、ターカと一緒にお送りしておりますが、はい、今、コザ沖縄市のコザでやっている、子ども食堂のことを話してもらいますけども、はい、なんかあれだね、それで子ども食堂やるようになったら取材とかなんかいろいろ視察とか いろいろ来るんだよね。そうですね、たくさん。でも最近は減りましたね、非常に。減った。そう、一時期、そうですね、一時期多かったですね。ただ子どもたちが結構取材に、カメラに関してすごい、警戒心っていうんでしょうかね、うんうん、あんまり映りたくないっていう、そりゃそうだよね、子どもたちがいまして、うんうん、はい、でそれで今、カメラ、この取材人の方々も減ったんですけれども、うん、子どものニーズに合わせて減らしたのかどうかわからないですけれども、うんうんうん、今は少ないですね。ああ、なるほど、はい、そうですか。子どもたちはもっともっと来てほしいですよね。ね。そうですね。はい、うん。本当にもっとたくさん来ていただければ、うんうんうん、嬉しいですね。ねえ、なんかそうびっくりするね。本当目に見えないっていうか意識しないとそういうことが起こってたりするんだよね。うん。うん、そうですよね。びっくりですね。うん、なんか靴この間クリスマスの時にクリスマス会をね教会でやった時に地域の子どもたちまたお父さんお母さんも含めてなんかたくさん来ましたよね。来てくれたんだけど中に靴履いてない子がいてさ、ちょっとびっくりしたんだけど、あれは靴がないのかちょっと靴履くの嫌だからっていうことなのかしれないけど、ちょっとびっくりしましたね、うん、普通に靴履いてるじゃない、なんか靴脱いでんだよね、履いてなくて普通に歩いてたりして、ちょっとびっくりしたんだけど。ああ、なるほどですね、うん、なんか本当にあんまり見ないなっていうか、ちょっとショックを受けましたけども、そういうことがこうなんとなくね、あるんだなっていうことを少し今更意識させられてますけど。そうですよね。はい、ねえ、やっぱり大変よね。そういう状態が続くといろいろ単にお腹空いてるだとかそういうことだけじゃないっていうかね。うん、そうですよね。うん、うん、ねえ。なんかこうマイナスのこともいっぱいありますよね。食事はね、やっぱりちっちゃい頃食事がちゃんと取れないっていうのは結構きついよね、そうですよね、体を作るし、その人の健康も支えますからね、はい、いや今なんか思い出したけど小学校のね1年生ぐらいの時になんかね悪さして立たされて給食の前に立たされて先生がそのまま教室から出て行っちゃったんだよね、はい、で給食用意始めてみんな給食食べ始めてんだけど、ほら先生いなくなっちゃってから立たされたままだから俺立ったままだったんだよね。食べちゃえばよかったじゃないですかなんかなんでみんな、なんか数人いやもう食べていいんじゃないのとかって言うんだけど真面目だからさ。あ、で食べれたんですか結果は。ずっと我慢してたんだよ。途中で食べ始めもうだいぶ経ってからもういいんじゃんとかっていう子が友達が出始めてじゃあっつってもう半泣きですよ食べ始めたんだけどだからこれは立たされてたけど食事自分だけ食べられないとかさ、はい、これは立たされてだけどね、あれすごい惨めだよね、すごい惨めだったもん。ああそうですか、うん、だからそれはでも、悪いことしたからですよだからいやそれでもさだから自分それでも自分だけ食べられないっていうのはあれすっごい聞きましたよ。給食時間が来たっていうのがもうすごい痛かった。
単に立たされてるんだったら、授業中に立たされてるんだったらいいけどさ、その食べるっていう時に自分だけ食べちゃダメみたいなの、まあ、タイミング悪いですね、怒られる。そう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 、ただ単にそうそう、だちょっと話違うけど、だから食べられないってさ、みんな食べてんのに自分が食べられないのって結構きついよね。そうですよね、うん、特に子供の時ね。そうなんですよ、だからそういうことがあるので、うん、これはとても本当にそういう子たちにね、食べてほしいっていうことですね。はい、うん、まあいろいろなんでそんなに貧困広がってんだとか、じゃあね、行政の支援はどうとかっていうことはある、いろいろ考えるべきことはあるんでしょうけれども、はい、もうそれより前に食べるものがあるんだったら食べてくださいっていうことですね。はい、はい、うん、そういう感じですね。はい、なんかボランティアのこと先に言っちゃおうか。なんか先に言いますか、うん、ツイキャスから。あ、そうですね、先ほどツイキャスで一服堂さんから、うん、まあ、子ども食堂に関する質問がいくつかあって、で、まあ、その中で、まあ、ボランティアの告知とか、まあ、いろいろちょっと具体的な内容を簡単に説明していきたいと思うんですけれども、実際この子ども食堂沖縄市の、まあ、旧住吉会館、まあ、住所がですね、沖縄市、住吉1丁目7の35番地です。で、まあ、ボランティアを今募集してるんですけど、このボランティア、どういう、まあ、ボランティアを募集しているのかと言いますと、うん、まあ、主に子どもを、見る、まあ、子どもを見るっていう、まあ、ボランティアです。子どもと一緒に遊んだり、ね、勉強を見てくれたり、はい、まあね、子どもさんたち走り回ったりしてますから、そうですね、うんうんうん、そういうボランティアがちょっと今少なくてですね、うん、募集している状況ですね。ですので、まあ、もし見れるっていう方がいるのであれば、うん、まあ、大体子どもたちが、まあ、学校終わるのが、まあ、16時から17時ぐらいなので、まあ、その時間帯から、まあ、8時まで一応うちは運営っていうのね、うん、まあ、オープンしてますので、ね、オープンしてますので、ね、その間、はい、または、まあ、別に自分ができる時間帯だけでも構いませんので、うん、もしできるっていう方がいるのであれば、うん、ぜひ来ていただければ幸いです、はい、で土日なんかはちょっと早めでもいいですしっていうことでね。そうですね、うん、もう毎日やってますんで、そうそうだから本当に気軽に来ていただいて様子見て、で、まあ、一応登録って形でお名前と住所とかは、はい、書いてもらいますけど、はい、本当に自分に合ったスタイルで、手伝いをしてくださったら本当に助かるっていうことですね。ああ、なるほど、ってことですよね。今一服堂さんから、はい、沖縄には行けない、沖縄には行けないな、京都住み、そうですね、それは、いやいや、いいですよ、はい、いやそれは、はい、もう感謝ですよ、はい、京都からね、まあ、京都からエール送っていただける、はい、はい、感謝です。だからまあ沖縄はね、まあ、そういうあれです。だから今全国でそういうね試みが始まってるってことでしょ。そうですね、子ども食堂っていうね、はい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 、だからね、うん、こういうのはほらもう自分の生活っていうことに目を向けてたら本当に目が向かないことでしょ。うん、そうです ね、これ別に目向けてもお金儲かるわけじゃないし、うん、そうですね、自分の役に立つわけじゃないしみたいなことになっていくとね、うん、だけどこういうことが、はい、遠い空からお空から応援してますって感謝ですね。はい、ありがとうございます、うん、はい、そういうことなんで、まあ、沖縄にいる方で手伝ってくださる方は本当にちょっと人手が足りないのでね。そうですね、まあ、うん、このラジオ聞いてる方、うん、本当にぜひ子供大好きな方、はい、そうですね、ご協力いただければ幸いです、うん、はい、よろしくお願いします、ということです。はい、さあ、もうだいぶ来ましたけど、一曲聞きましょうか。はい、ですね、ミチル、イエスに栄光あれ。
はい、お送りした曲はみちるさんでイエスに栄光あれ。はい、この歌いい歌よね。はい、そうですね。ね、はい、大好きですね。はい、さあもう、エンディングまで10分ですが、まあ新しい試みでね、ね、これ全国にね、一服堂さんも全国に広がったらいいねって、子ども食堂。そうですね。うん、はい。ねえ、本当にこれだってさ、沖縄はちょっと本当に量、あの貧困の率っていうのがすごい高いけどさ、全国でもさ十何パーセントとかって、もう僕は内地の出身ですからちょっと驚異的ですよ。うん、うん、なんか6人に1人とかがあの貧困の中にいるとかっていうのはもうなんかちょっと体が受け付けないよ。そうですね。うん、そういうあの中で生きてきてないもん。うん、なそういうことがね、あの起こり出してるっていうことは、うん、結局さ、あの僕はあのクリスチャンになる前はあの世の中に対して怒りん坊だったので、こういうことがあると世の中が悪いとかね、うん、国が悪いんだとかね、政治が悪いんだとか、まあそういうことを言ってたわけですよ。はいはいはい、うん、で難しいこと言ってさ、うん、だけどまあもちろんそういうこともあるでしょうが、政治の問題とか、うん、だけど現実そういう人が いて、じゃあどうすんのって言った時に、そこで先に議論するのかっていうことだよね。あの手を差し伸べる前に、うん、その人たちの前で議論をしてたわけです、うん、私はね、うんうんうん、現場に行かないで、はいはいはい、だからそうじゃなくてクリスチャンになってから、いやそういうこと関係なくて、あの手助けできるんだったら手助けしようよみたいな。そうですね、うん、確かに話をしたり、うん、する前にっていう、うん、でなんかね、あの NPO を自分も助けてもらってさ、うん、あのホームレスの支援とか今もね、あのホームレスだけじゃなくて、あの家族と縁が切れちゃって刑務所何回も出て行き場所がない人とかっていうことの方々を、まあ、一緒に暮らしながらっていうようなことをね、 あるじゃないですか、はい、そうするとあれだよね、本当にあのもう行政だけで物事って手に負えてないんだっていうのをすごく実感したんですよ。そうですよね、うんうん、なんかね、いやそれ国の責任でしょとか、あの行政の責任でしょみたいな言い方しがちなんだけど、あの手に負えないんだよね問題、うん、多分把握しきれないんじゃないですかね。ね、うん、うん、で全部国の責任みたいなんじゃないんだなっていうのを僕はあの気づきました、うん、最近。そうですね、うん、だからそこの部分はあの行政じゃない誰かがそこの部分を埋めていかないといけないんだなっていうこと。まあそうですね、まあよく昔は沖縄ではユーモアル精神って言われたじゃないですか、うんまああのうん、助け合い、そう助け合いで地域のそうブラックブラックがつながって、うんまあ、家族血つながってなくても、うんまあ、困っている人たちがいれば助け合うっていう、まあ、昔はそういう時代だったんですけども、うん、結構今各家族が増えちゃって、その横のつながりっていうのはなかなかない時代になっちゃってるじゃないですか。そうだよね、孤立とか孤独、そういう本当に時代が、うん、親戚の人が助けてくれるとかね、うんまあ、沖縄は結構そういうところがまだ残ってるとは思うんだけど、まあ、一番内地に比べてはね、ただでもまあ、うん、もうだいぶ、うん、昔に比べたらどうかなっていうのはありますよね、うん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 、実際それでまあまあ、私たちが本当にただ目に見えないだけであって本当に困ってる人たちも中にはいると思うし、うんうん、だからまあ先ほど宮根さんが言ったみたいに、今行政だけのせいではないっていうのもまあよくわかりますよね。そうだよね、だからまあその議論をしなきゃいけないこと、行政が本当に足りないとかっていうのももちろんあるんだろうけども、でもその足りない部分をその議論する前になんか手助けするとかそういうことは必要だし、あのもう行政だけにどうのとかね、国がどうのとかっていう以前の問題っていうのはあって、こういう時逆にそういうなんかまあ愛ですよ、うん、愛がこう広がっていくチャンスだよね。そうですね、本当にもうそれじゃないですかね、うん、もうなんかその
競争、お金儲けとか競争して自分の能力が一番だよとかって、そういうことも大事かもしれないけども、それよりもっと大事なものをその上にかぶせるっていうかな、あの困ってる人がいるんだったら助けましょうとかっていうことが優先されるような、あの空気、世の中 になっていったらいいなみたいなことですかね。そうですね、うんうんうん、確かに、うん、いい働きでね、うん、大変毎日だからね、うん、本当ですよ。だから本当ボランティアね、ぜひ来てください本当で。これやると本当なんかこう恵まれるんですよ、心がね、うん、それであのお金儲けましたとかっていうことじゃないですね。人の手助けしたことによって、あの目には見えないけど心になんかこうほんわかーっとしたものが生まれますよね。そうですね、ね、はい、うん、こういうのがなんか広がっていったらいいなっていう、うんうん、だから教会の働きがもうそういう働きですよね。そうですね、それがメインです ね、はい、で地域にもっと出ていってそういうことをやったらいいかなっていうことだと思うんですが、はい、はい、もうまもなくあと3分ほどでエンディング、もう3分ないね、曲をかけながらということですが、そうですね、まあ僕なんかね、あの最近思うのはあの老人、あの高齢者、はい、もうすごい増えてるでしょ。まあ高齢社会ですからね、うんうんうん、これなんかもさ、もう国がなんて言ってられないよね。そうですよね、うんうん、だからこういうのもあのどんどんなんていうのかね、制度の上じゃないところでの助けが必要になってくるっていうように僕はあの感じてるんですけど、うん、まああのだからそういう部分をね、本当にあの一人一人のこう愛情みたいなのがこう増えていくといいなっていうことですかね。そうですね、うん、はい、あのぜひぜひ参加してくださいあの来てください、あの見に来るだけでもいいしね、うん、はい、まあ教会ね、教会、そしてその教会の中であの本当に私たちが愛しているイエス様、神様がね、あのそういうことをあの実践されたし、またそれを実践しなさいっていうふうにあのおっしゃってるわけですね、うん、はい、明日は日曜日です。ぜひあの教会に行ってみてください。そういうね、困ってる人を助けなさいって明確に、教えてますね。神様ね。ね、はい。聖書に書いてありますから。はい。うん。聖書も読んでみてください。はい。ね、愛について書いてるんでね。本当に、神様に出会って、人生変わりますからね。うん。目から鱗が落ちます。目から鱗って聖書の言葉ですよね。あ、ね、そうなんですか、ね、はい、目から鱗が落ちますんでね、はい、はい、では、また、来週よろしくお願いします。 God bless you、 感謝します、はい。